5いやあ、迷惑どころですか。大変面白かったですよ。あなたは名探偵でいらっしゃるばかりでなく、和術家としてもどうして大したものだと思いますよ。近代にない愉快な時間を過ごさせていただきました。ですが、 お話は上りを尽くしてよくわかりましたがたった一つまだ伺ってないことがあるようですねそれはその琴野という真犯人が後になって捕まったかどうかということです猪俣氏は私の長話を聞き終わった時 異様に私を褒めたたえながらそんなことを尋ねるのであったところが残念ながら犯人を逮捕することはできなかったのです人相書きはもちろん琴乃の写真の複製をたくさん作らせて全国の主な警察署に配布したほどなんですが 人間一人、隠れようと思えば隠れられるものと見えますね。その後十年近くになりますけれど、未だに犯人は上がらないのです。ことの死は、どこか警察の目の届かぬところでもう死んでしまっているかもしれませんよ。たとえ生きていたとしても、 局に当たったっ私自身でさえほとんど忘れているほどですからもう捕まりっこはありますまいね。そう答えると猪俣氏はニコニコして私の顔をじっと見つめていたがすると犯人自身の自白はまだなかったわけですね。 そこにはただ「あなたという優れた探偵家の推理があっただけなのですね」と聞き方によっては皮肉に取れるようなことを言うのである私は妙な不快を感じて黙っていた猪俣氏も何か考え事をしながら はるか目の下の青黒い縁をぼんやりと眺めているもう夕暮れに近く曇った空はいよいよ鈍い光になって地上の万物をじっと押さえつけているように感じられた前方に重なる山々はほとんど真っ黒に見え崖の下をのぞくと 薄ぼんやりとしたもやのようなものが立ちこめていた見る限り一物の動くものとでもない死のような世界であった遠くから聞こえてくる滝の響きは何か不吉な前兆のように私の心臓の鼓動と調子を合わせていたやがて猪俣氏は 縁を覗いていた目を上げて何か意味ありげに私を見た色ガラスのメガネが鈍い空を映してぎらんと光ったガラスを通して二重まぶたのつぶらな目が見えている私はその左の方の目だけが最前からの長い間 一度もまばたきしなかったことを気づいていたきっと義眼に違いない別に目が悪くもないのに色眼鏡なんかかけているのはあの義眼をごまかすためなんだな意味もなくそんなことを考えながら私は相手の顔を見返していたすると猪俣氏が突然 妙なことを言い出したのである。子供の遊びのじゃんけんというのをご存知でしょう。私はあれがうまいですよ。一つやってみようじゃありませんか。きっとあなたをまかしてお目にかけますよ。私はあっけにとられて、 ちょっとの間黙っていたが相手が子供らしく挑んでくるものだから少しばかり尺に触って「じゃあ」と言って右手を前に出したものであるそこで「じゃんけんポンじゃんけんポン」と大人のドラ声が静かな谷に響き渡ったのであるが。 なるほどやってみると猪俣氏は実に強いのだ最初数回はどちらとも言えなかったけれどそれからあとは断然強くなってどんなに悔しがっても私には勝てないのだ私がとうとう兜を脱ぐと猪俣氏は笑いながらこんなふうに説明したことである。 どうです叶いますまい。じゃんけんだってなかなかバカにはできませんよ。この競技には無限の奥底があるのです。その原理は数理哲学というようなものではないかと思うのですよ。まず最初紙を出して負けたとしますね。 一番単純な子供は、紙で負けたのだから、次にはハサミにかつ石を出すでしょう。あこれが最も幼稚な方法です。それより少し賢い子供は、紙で負けたのだから、敵はきっと自分が次に石を出すと考え、それにかつ紙を選ぶだろう。 だからその紙を破るハサミを出そうと考えるでしょうまずこれが普通の考え方なのですところがもっともっと賢い子供はさらにこんな風に考えます最初紙で負けたのだから。 次には自分が石を出すと考えて敵は紙を選ぶであろう。それゆえ自分は紙にかつハサミを出そうと考えている。ということを敵は悟るに違いない。すると敵は石を選ぶはずだ。だから自分はそれにかつ紙を出すのだとね。はあ、こんな風にして。 いつも敵より一段奥を考えていきさえすれば必ずじゃんけんに勝てるのですよ。そしてこれは何もじゃんけんに限ったことではなくあらゆる人事の葛藤に応用ができるのだと思います。相手よりも一つ奥を考えている人が常に勝利を得ているのです。 それと同じことが犯罪についても言えないでしょうか。犯人と探偵とはいつでもこのじゃんけんをやっているのだと考えられないでしょうか。非常に優れた犯罪者は検事なり警察官なりのものの考え方を綿密に研究して。 そのもう一つ奥を実行するに違いありません。そうすれば彼は永久にとらわれることがないのではありますまいか。そこでちょっと言葉を切った猪俣氏は私の顔を見てまたにっこりと笑ったのだ。エドガー・ポーノ。 盗まれた手紙は、むろんあなたもご存知だと思いますが、あれには、私のとは少し違った意味で、子供の長か半かの遊びのことが書いてあります。その後に、長半遊びの上手な非常に賢い子供にその秘訣を尋ねると、子供が ここんなふうに答えるところがありますね。相手がどんなに賢いかバカか善人か悪人か今ちょうど相手がどんなことを考えているかを知りたい時には自分の顔の表情をできるだけその人と同じようにします。 そしてその表情と一致するようにして自分の心に起こってくる気持ちをよく考えてみればよいのですとね。デュパンはその子どもの答えはマキャベリやカンパネラなどの哲学上の思索よりももっと深遠なものだと説いていたように思います。 ああところで、あなたは、硫酸殺人事件を捜査なさるとき、仮装の犯人に対して、表情を一致させるというようなことをお考えになったでしょうか。おそらくそうではありますまい。現に今、私とじゃんけんをやっていたときにも、あなたは、 そういう点には全く無関心のように見えましたが私は相手のネチネチした長たらしい話ぶりに非常な嫌悪を感じ始めていたこの男は一体何を言おうとしているのであろうあなたのお話を伺っていますと なんだか硫酸事件での私の推理が間違っていた犯人の方が一段奥を考えていたというように聞こえますがもしやあなたは私の推理とは違った別のお考えがおありなさるのではありませんか私はつい皮肉らしく反問しないではいられなかった。 すると猪俣氏はまたしてもニコニコ笑いながらこんなことを言うのであるそうですねもう一方奥を考える者にとってはあなたの推理を覆すのは非常にたやすいことではないかと思うのですちょうどあなたがたった一つの指紋から それまでの推定を覆されたようにやっぱりたった一言であなたの推理をも逆転させることができるかと思うのです私はそれを聞くとぐっと感触がこみ上げてきた十何年というものその道で苦労してきたこの私に対して なんという失礼な言い分であろう。では、あなたのお考えを承りたいものですね。たった一言で、私の推定を覆して見せていただきたいものですね。ええ、お望みとあれば。それは、ほんのちょっとしたつまらないことなんです。 あなたはこういうことが確信できますか例の日記帳とタバコ入れに残っていた問題の指紋ですね。その指紋に全く作為がなかったと確信できるのですか作為とおっしゃるのはつまりですね。 当然谷村氏の指紋が残っているべき物品に谷村氏のではなくて別の人の指紋が故意に押されていたということは想像できないものでしょうか私は黙っていた相手の意味するところがまだ半然とは分からなかったけれどもその言葉の中に 何かしら私をギョッとさせるようなものがあったのだ。お分かりになりませんか谷村氏がですね、ある計画を立てて、谷村氏の身辺の品物に、日記帳とか、タバコ入れとかですね。あなたはその二品しか注意されなかったようですが、もっと 探してみたら、他の品物にも同じ指紋が用意されていたかもしれませんぜ。その品々に、さも谷村氏自身のものであるかのごとく、全く別人の指紋を押させておくということは、もしその相手がしょっちゅう谷村家へ出入りしている人物であったら、 さして困難な仕事でもないではありませんかそれはできるかもしれませんがその別人というのは一体誰のことをおっしゃっているのですか琴野総一ですよ猪俣氏は少しも言葉の調子を変えないで言った琴野は 一時しげしげと谷村家へ出入りしたというではありませんか谷村氏は相手に疑いを抱かせないで琴野の指紋を方々へ押させることなど少しも難しくはなかったのですそれと同時に谷村自身の指紋が残っていそうな滑らかな品物は一つ残らず探し出して 注意深く拭き取っておいたことは申すまでもありませんあれが琴野の,の指紋そういうことが成り立つものでしょうか私は異様な混迷に陥って今から考えると恥ずかしい愚問を発したものである 成り立ちますともあなたは錯覚に陥っているのです空き家で殺されていたのが谷村氏であるという信仰が邪魔をしているのですもしあれが谷村氏でなくて最初の推定通り琴野であったとすればその死体から取った指紋は 言うまでもなく琴の自身のものです。そうすれば日記帳の指紋に作為があってそれも同じ琴とのものだったとしても少しも不合理はないではありませんか。では犯人は私はつい引き込まれて愚問を繰り返すほかはなかった。 むろん日記帳などに琴野の指紋を押させた人物すなわち谷村万也門です。猪俣氏は何かそれが動かし難い事実でもあるかのごとく彼自身犯行を目撃していたかのごとく人も投げに断言するのであった。 谷村氏が金の必要に迫られていたことはあなたにもお分かりでしょう無品まんじゅうはもう破産のほかはない運命だったのです。何十万という負債は不動産を処分したくらいで追っつくものではない。そういう不面目をしのぶよりは5万円の現金を持って逃亡した方が。 どれほど幸福か知れません。しかし、それだけの理由では、どうも白着なようです。谷村氏は、偶然ことのを殺したのではなく、前々から計画を立てて時期を待っていたのですからね。金銭の他の動機といえば、 細君をあんなひどい目に合わせて平気でいられる動機といえば、さしずめ、女のほかにはありません。そうです。谷村氏は恋をしていたのです。しかも、他人の妻と不倫の恋をしていたのです。いずれは手に手を取って、 世間の目を逃れなければならぬ運命でした。第三の動機は、無論、ことのその人に対する怨恨です。恋と、金と、恨みと。谷村氏の場合もまた、あなたの言われる一石三鳥の名案であったのですよ。 当時、谷村氏の知り合いに、あなたという探偵小説好きな、実際かというよりは、どちらかといえばむしろ空想的な肌合いの刑事探偵がありました。もしあなたがいなかったら、彼はああいう回りくどい計画は立てなかったことでしょう。つまり、 あなたというものが谷村氏の唯一の目標だったのです。さっきの長藩遊びの子供のようにあなたと同じ表情をしてまたじゃんけんの場合のようにあなたの一段奥を考えて谷村氏は全ての計画を立てました。そしてそれが全く思う壺にはまったのです。 ずば抜けた犯罪者にはその相手役として優れた探偵が必要なのですそういう探偵がいてこそ初めて彼のトリックが役立ち彼は安全であることができるのです谷村氏にとってこの異様な計画には常人の思いも及ばない魅力がありました あなたもご承知のとおり、いや、あなたがお考えになっているよりも、はるかに多分に、彼はサード公爵の子孫でした。もう、秋の来ている彩君ではありましたが、あの最後の大芝居は、実に素晴らしかったのです。谷村氏自身が、 谷村氏に変装した琴野であるかのごとく装って、ものも言わず、顔も見せないように細心の注意を払いながら、ある瞬間は、もう琴野その人になりきってしまって、あるいは笑い、あるいは泣き。我と我が女房に、世にも不思議な不義のちぎりを結んだのでした。 あなたはこの谷村氏のサード的傾向にもう一つの意味があったことをお気づきでしょうかあというのはあの残虐この上もない殺人方法です。あの方法こそ彼のサード的な独創力を示すものではありますまいか あなたは最前「ハゼたザクロ」といううまい形容をなさいましたね。そうです。谷村氏はその「ハゼたザクロ」に何とも言えない恐ろしい誘惑を感じたのでしたあ。そしてそれが彼の着想のいわば出発点だったのです。 一人の人間を殺してその顔を見分けられぬほどめちゃくちゃに傷つけておくということは何を意味するでしょうか少し敏感な警察官なればそこに被害者の人物の欺まが行われているに違いないと悟るでありましょう。 その被害者がもし琴乃の着物を着ていたならばそれは犯人が琴乃の死骸に見せかけようとしたのであって実は琴乃以外の人物にそういないと信ずるでありましょうところがそう信じさせることが谷村氏の思うつぼだったのです 被害者は最初の見せかけ通り、やっぱり琴野でしかなかったのですからね。そういうわけですから、あの硫酸の瓶も琴野の方で持ってきたのではなく、谷村氏が前もって買い入れておいて、空き家に携えていったのです。そして仕事を済ませた帰り道。 道端のドブ川の中へ投げ込んでしまったのです。あそれからがあのお芝居でした。谷村氏が谷村氏に化けたことのになりすまして、谷村氏自身の書斎へ、まるで他人の部屋へ忍び込むようにして、びくびくしながら入っていったのです。私は、 井の又氏のまるで見ていたような断定に呆れ果ててしまった一体この男は誰なのだ何の目的でこんな途方もないことを言い出したのであろう単なる論理の遊戯にしてはあまりに詳細を極めあまりに独断に過ぎるではないか 私が黙り込んでいるものだから猪俣氏はまた別のことをしゃべり始めたさあ,ああもうよほど以前のことですが当時私の家へよく遊びに来た大変探偵小説好きの男があったのです。 私はいつもその人と犯罪団を戦わせたものですがある時殺人犯人の最も巧妙なトリックは何であろうということが話題になってあ結局私たちの意見は被害者がすなわち犯人であったというトリックが一番面白いと決まったのでした。 しかし、この被害者即加害者のトリックは、観念としては実に奇抜なのだけれど、具体的に考えてみると、犯人が不治の山なんかにかかっていて、どうせない命だからというので、他殺のごとく見せかけて自殺をし、その殺人の権技を他の人物にかけておく場合か、あまたは、 被害者が数人ある殺人事件で、その被害者の中に犯人が混じっていて、犯人だけは生命に別状のない重傷を受け、つまり自ら傷つけて嫌疑を免れるという場合などが主なもので、ああ存外平凡なのではないかという意見が出たのです。私は、 いやそうではないそれは犯人の知恵がまだ足りないので優れた犯罪者なれば被害者即加害者のトリックだってもっと気の利いたものを暗出するに違いないと主張したものでした <laughs> するとその私の友達は我々が今こうして考えてみても思い浮かばないのだから そういういトリックがありそうに思われぬというのです。いやそうではないきっとあるに違いないいやあるはずがないと。あまあ大変な論争になったのですがその折の私の主張がここで立証されたわけではないでしょうか。 つまりですね。硫酸殺人事件では指紋の作為とあの夕方から朝までの思い切った返信のトリックによって被害者は谷村氏に違いないとこの長野年月確信されていたのですが今申した私の推理が正しいとしますと。 そしてそれは正しいに決まっているのですが、真犯人は意外にも、被害者と推定された谷村氏その人ではなかったのですか被害者がすなわち犯人だったではありませんか。<laughs> いくらうまいトリックを用いたからといって、一体一人の男が他人の細君の夫に化けて、 そのサイ君と一夜を過ごすなんて離れ技が現実に行われうるものでしょうか。小説的には実にこの上もなく面白い着想ですし、そしてあなたなどはこの着想にたちまち誘惑をお感じなすったに違いないと思うのですけれど、 この話を聞いているうちに私の心に何か非常に遠いかすかな記憶がよみがえってくる感じがしたどうも私にもそれと同じ経験があるように思われるのだだが猪俣氏は全く初対面の人である その時の私の話し相手がこの猪俣氏でなかったことは確かだ。では、あれは一体誰だったのかしら私はお化けを見ているような気がした。何かモヤモヤした大きなものが目の前に立ちふさがっている。そいつはゾッとするほど恐ろしいやつに違いないのだが、 しかしもどかしいことにはどうしてもはっきりした正体がつかめないのだその時猪俣氏はまたしても実にとっぴなことを始めたのである彼は言葉を切ってしばらく私の顔を眺めていたが何かちらと妙な表情をしたかと思うと いきなり両手を口の辺に持っていってガクガクと2枚の総入れ歯を引き出してしまったするとそのあとに80歳のおばあさんの口が残ったつまり入れ歯という支柱がなくなったものだから鼻から下が極度に縮小されて顔全体が押しつぶしたちょうちんのように へちゃんこになってしまったのである。冒頭にも記した通り猪俣氏は特等ではあったけれどそれが大変知識的に見えたのだしその上高い鼻と哲学者めいた三角形のあごひげが風情を添えてなかなかの美男子であったのだが。 そうして小座の冷めた総入れ歯を外すと一体人間の総合がこんなにまで変わるものかと思われるほど惨めな顔になってしまったそれは歯というものを持たない80歳のおばあさんの顔でもあればまた同時に生まれたばかりの赤ん坊のあのしばくちゃな顔でもあった 猪俣氏はその平べったい顔のまま色眼鏡を外し両目をつむって力ない唇をぺちゃぺちゃさせながら非常に不明瞭な言葉でこんなことを言うのであった一つよく私の顔を見てくださいまずこの私の目を 二重まぶたではないと想像してごらんなさい。眉毛をぐっと濃くしてごらんなさい。また、この鼻をもう少し低くしてごらんなさい。それから。ひげをなくしてしまって、その代わりに頭に。 ゴブ狩りの濃い髪の毛を植えつけてごらんなさい。どうですわかりませんかあなたの記憶の中にそういう顔が残ってはいませんかしら彼はさあ見てくださいという格好で顎を突き出し、 目を閉じてじっとしていた私は言われるままにしばらくその架空の相棒を頭の中に描いていたがすると写真のピントを合わせるようにそこに実に意外な人物の顔がぼーっと浮き上がってきたああそうだったのか。 それなればこそ、猪俣氏はあんな独断的なものの言い方をすることができたのか。わかりました。わかりました。あなたは、谷村万也門さんですね。私はつい叫び声を立てないではいられなかった。そう。 僕はその谷村だよ君にも似合わない少し分かり方が遅かったようだね猪俣氏いや谷村万右衛門さんはそう言って低い声でフフフと笑ったのであるですがどうしてそんなにお顔が変わったのです 僕にはまだ信じきれないほどですが谷村さんはそれに答えるためにまた入れ歯をはめて明瞭な口調になって話し出した「僕は確かあの時分変装についても君と議論をしたことがあったと思うが」。 その持論を実行したまでなのだよ。僕は銀行から5万円を引き出すと、ちょっとした変装をして、さっきも言ったある人の妻と、すぐ上海へ高飛びしたのだ。君の話にもあった通り、あれが琴野の死骸だということは、丸2日の間わからないでいたのだから、 僕はほとんど危険を感じることはなかった。僕というものが一応疑われ出した自分には、二人はもう朝鮮に入って長い退屈な汽車の中にいたのだよ。僕は海の旅を恐れたのだ。汽船というやつは犯罪者にはなんだか檻のような気がして、 苦手なものだね。僕たちは、上海のあるシナ人の部屋を借りて、一年ほど過ごした。僕の感情については立ち入ってお話しする気はないけれど、ともかく、非常に楽しい一年であったことは間違いない。絹代は、 普通の意味で美しい女ではあったけれど、僕とは性分が合わないのだ。僕はアキコみたいな。それが僕と一緒に逃げた女の名だがね。アキコみたいな陰性の洋服が好きだよ。僕はあれに心底から恋していた。 今でもその気持ちはちっとも変わらない。できることなら変わってほしいと思うのだけれど、どうしてもだめだ。その上海にいる間に、万一の場合を考えて、大がかりな変装を試みたのだ。顔料を使ったり、つけひげやかつらを用いる変装は、 僕に言わせれば本当の変装じゃない。僕は、谷村という男をこの世から抹殺してしまって、全く別の新しい人間をこしらえあげようと執念深く徹底的にやったのだ。上海にはなかなかいい病院がある。大抵は外人が経営しているんだが、 僕はそのうちからなるべく都合のいい歯科医と眼科医と整形外科の医者を別々に選んで根気よく通ったものだまず人一,一倍濃い頭の毛をなくすることを考えた毛を生やすのは難しいけれど抜くのはわけはないのだよ 脱毛剤だってなかなかよく効くものがあるくらいだからね。ついでに眉毛もぐっと薄くしてもらった。次に、鼻だ。君も知っているように、一体僕の鼻は低い上に、あまり格好が良くなかった。それを、象下手術でもって、 こんなギリシャ花に作り上げてしまったのだよ。まあ、それから、顔の輪郭を変えることを考えた。ああ、なに、別に難しいわけではない。ただ、そういればを作ればいいのだ。僕は一体受け口で、花見が内側の方へ引っ込んでいた。ああそれに、虫歯が非常に多かった。 そこでさっぱりと全部の歯を抜いてしまった。痩せた歯茎の上から前とは正反対に厚い肉のそっぱの総入れ歯をかぶせたのだ。そうすると君が今見ているように総合がまるで変わってしまう。この入れ歯を取った時に初めて君は僕の正体を認めたくらいだからね。 あそれからひげを蓄えたのはご覧のとおりだが残っているのは目だ目というやつが変装にとっては一番厄介な代物だよ僕はまず一重のまぶたを二重まぶたにする手術を受けたこれはごく簡単に済んだけれど どうもまだ安心はできない。絶えず顔病を装って黒いメガネをかけて隠していようかとも思ったがそれもなんだか面白くない。うまい方法はないか知らんといろいろ考えた末僕は一方の目の玉を犠牲にすることを思いついたつまり 義眼にするのだそうすれば色メガネをかけるのに義眼を隠すためという口実がつくし目そのものの感じもまるで変わってしまうに違いないからね。<laughs> というわけだよつまり僕の顔は何から何まで人工の作り物なんだ。そして ウゲモンの生命は僕の顔から全く消え失せてしまったのだしかしこの顔はこの顔でまた見捨て難い美しさを持っていると思わないかねアキコなんかはよくそんなことを言って僕をからかったものだが谷村さんは この驚くべき事実を何でもないことのように説明しながら右手を左の目の前に持っていくといきなりその目の玉をお椀を伏せたようなガラス製の目の玉をえぐり出してみせたのであるそしてそれを指先でもてあそびつつぽっかりと薄黒くくぼんだ眼下を 私の方へまともに向けて言葉を続けたそうして谷村という人間をすっかり変形してしまってから僕たちは愛携えて日本へ帰ってきた上海もいい都だけれど日本人にはやっぱり故郷が忘れられないのでね そして方々の温泉などをめぐり歩きながらまったく別世界の人間のように暮らしてきたものだ僕たちはね十年に近い月日の間世界にたった二人ぼっちだったのだよ片目の谷村さんは何か悲しそうにして 深い谷を見下ろしていたしかし不思議ですね僕はそんなこととは夢にも知らず今日に限って硫酸殺人事件の話をするなんて虫が知らせたというのでしょうか私はふとそこへ気がついた偶然とすれば 怖いような偶然であった。<laughs> すると谷村さんは低く笑って。君は気がついていないのだね。偶然ではないのだよ。僕があの話をさせるように仕向けたのさ。<laughs> ほら。 この本だよ。今日ここへ来る道で君とこの本の話をしたっけねあれはつまり僕が君に硫酸事件を話させる手段だったのだよ。君はさっきこのベントリのトレント最後の事件の筋を忘れてしまったと言ったが実は 忘れ切ったのではなくて君の意識の下にちゃんとその記憶が保存されていたのだよトレント最後の事件にはある犯人が自分が殺した人物に化けすましてその人の書斎に入って被害者の奥さんを欺瞞するというトリックが使用されている それと、この硫酸殺人事件とは、大変似た部分があるじゃないか。だから、この本の表題を見ると、君は無意識の連想から、あの話がしたくなったというわけなのだよ。この本に見覚えはないかねほら、ここだ。ここに、 赤鉛筆で乾燥が書き入れてあるね。この字に見覚えはないかね。私は本の上に顔を持って行って、その赤い書き入れを見た。そして、たちまちその意味を悟ることができた。私はすっかり忘れていたのだ。 実に古い古いことであったその頃まだ発球の刑事だった私は好きな探偵小説も思うように買うことができなかったので谷村万右衛門さんのところへ行っては新着の探偵本を借りたものだがこの弁とりの著書はその中の一冊だった私はそれを読んだ後で 欄外に感想を書き入れたことを思い出す赤鉛筆の字というのは私自身の筆跡であったのだ谷村さんはそれっきり話が尽きたように黙り込んでしまった私も黙っていた黙ったままある 解きがたい謎について思いふけっていた谷村さんと私とのこの計画的な会雇には一体全体どういう意味があったのだろう谷村さんはせっかくあれほど苦心して刑罰を逃れておきながら今になって警察官である私にそれをすっかり懺悔してしまうなんて その裏にはどんな底意が隠されているのだろうああひょっとしたら谷村さんはとんでもない思い違いをしているのではないかしらこの犯罪はまだ時効は完成していないのだそれを年月の誤算から時効にかかったものと信じきっているのではあるまいか そして私がいたけだかになって逮捕しようとするのをまたしても嘲笑する下心ではあるまいか。谷村さんあなたはどうしてそんなことを僕にお打ち明けなすったのです。もしやあなたは時効のことをお考えになっているのではありませんか 私が急所をついたつもりでそれを言うと谷村さんは別に表情を変えもせずゆっくりした口調で答えた「いや僕はそんな卑怯なことなんか願ってやしない」「時効の年限なんかもはっきり知らないくらいだよ」 なぜ君にこんな話をしたかというのかね。<laughs> それは、僕の体内に流れているサード公爵の血がさせた技だろうよ。僕は完全に君に勝ったのだ。君はまんまと僕の罠にかかったのだ。それでいて、 君がそのことを知らない。うまい推理をやったつもりで得意になっている。それが僕には心残りだったのだよ。君にだけはどうだ、参ったかと。一言を言い聞かせておきたかったのだよ。ああ、そのために。 谷村さんはこうした底意地の悪い方法を取ったのだなしかしその結果はどういうことになるのだ果たして私は負けっきりに負けてしまわねばならないのだろうか確かに僕の負けでしたその点は一言もありませんですがそういうことを伺った以上は 私は警察官としてあなたを逮捕しないわけにはいきませんよ。あなたは私を打ち負かして痛快に思っていらっしゃることでしょうが、しかし一方から言えば、あなたは僕に大手柄をさせてくだすったのです。つまり僕はこうして、前代未聞の殺人鬼を捕獲するわけですからね。言いながら、 私はいきなり相手の手首をつかんだものである。すると谷村氏は非常に強い力で私の手を振り離しながら。いや、それはだめだよ。僕たちは昔よく力比べをやったじゃないか。そしていつも僕の方が勝っていたじゃないか。一人と一人では。 君なんかに負けやしないよ。君は一体僕がなぜこういう寂しい場所を選んだかということを気づいていないのかね僕はちゃんとそこまで用意がしてあったのだよ。もし君が強いて捕らえようとすればこの谷底へ突き落としてしまうばかりだ。はははは。 だが安心したまえ。僕は決して逃げやしない。逃げないどころか、君の手をわずらわすまでもなく。自分で処決してお目にかけるよ。実はね、僕はもう、この世に望みを失ってしまったのだ。生きていることに。 何の未練もありはしないのだよ。というわけはね、僕のたった一つの生きがいであった、アキコが、一月ばかり前に、急性の肺炎で死んでしまったのだ。その臨終のとこで、 僕もやがて彼女の後を追って地獄へ行くことを約束したのだよただ一つの心残りは君に会って事件の真相をお話しすることだったそしてそれも今果たしてしまったじゃあ これでお別れだそのお別れだという声が矢のように谷底に向かって落下していった谷村氏は私の不意をついてはるか目の下の青黒い淵へ飛び込んだのであった私は 息苦しく踊る心臓を押さえて断崖の下を覗き込んだたちまち小さくなっていく白いものがとぼんと水面を乱したかと思うと静まり返った淵の表面に大きな波の輪がいくつもいくつも広がっていったそして一瞬間 私の物狂わしい目はその波の輪の中に非常に巨大な真っ赤にはぜわれた一つのザクロの実を見たのであったやがて淵はまた元の静寂に帰った山も谷も もう夕もやに包まれ始めていた。目地の限り動くものとて何もなかった。あの遠くの滝の音は千年万年変わりないリズムを持って私の心臓と調子を合わせ続けていた。私は もうその岩の上を立ち去ろうとして浴衣の砂を払ったそしてふと足元に目をやるとそこの白く乾いた岩の上に谷村さんの形見の品が残されていた青黒い表紙の探偵小説探偵小説の上にちょこんと乗っかっているガラスの目玉 その白っぽいガラスの目玉がどんよりと曇った空を見つめて何かしら不思議な物語をささやいているかのごとくであった。